ブライアン・ブレアは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。インディアナ州、ゲイリー出身。1980年代を前世紀に一貫して、ベビーフェイスのポジションで活動した。WWF におけるジム・ブランゼルトのタッグチーム、キラー・ビーズでの活躍でも知られる。ルイビル大学卒業後、広松田のトレーニングを受け。 エディ・グラハムが運営する NWA フロリダ地区にて1977年にデビュー。以降、ボブ・ガイゲルの主催するカンザスシティの NWA セントラルステーツ地区やレロイ・マクガークが管理していたオクラホマの NWA トライステート地区などを転戦。1980年にはレロイ・マクガークの娘のミシェル・キャサリン・マクガークと結婚したが後に離婚している。 1981年はフリッツ・フォン・エリックの牛汁テキサス州ダラスの WCCW に参戦してキラー・ブルックスやスタンスター・ジャックラベテランのヒール勢と対戦6月にはアルマドリルと組んでトーナメントに優勝し NWA アメリカンタッグ王座を獲得した1982年はフロリダに戻り7月11日に ジム・ガービンから NWA フロリダヘビー級王座をダッシュしたが8月23日にブルーザー・ブロディに敗れタイトルを失っている1983年より WWF に出場し同年7月に WWF との提携ルートで新日本プロレスに初来日同時参加していたディック・マードックやアドリアン・アドニス、アブドーラ・ザ・ブッチャー 兄弟子のポールオ,ーオンドオフとモタッグを組み、藤波達美、前田明、長州力、アニマル浜口らと対戦した。新日本には、同年10月と、翌1984年10月にも、再来日している。その後は WWF を一時離れて、古巣のフロリダで、活動、1985年1月6日に、 ジェシーバーを破り NWA フロリダヘビー級王座を再び獲得。4月10日には、ディックルードから NWA 南部ヘビー級王座を奪取した。1985年、下木、同じく、広松田の弟子であるハルクホー法ンの提案により、当時全米振興を推進させていた WWF において、阿波から移籍してきたジム・ブランゼルとタッグチームを結成。 両者ともにファミリーネームの頭文字が B であり、機動力を生かした空中戦を得意としていたことから、蜂をイメージしたキャラクターとして、キラービーズのチーム名が与えられた。黒と黄色の縞模様のショートタイツを履き、対戦相手を混乱させるため状況に応じて、覆面レスラーに変身するなどの演出で、子供たちの支持を獲得。WWF 世界タッ王座への体感は、 果たせなかったものの、ハートファウンデーション、ドリームチーム、ファンクファミリーなどヒールのユニットと構想を展開した。1988年8月に WWF を離脱し、以降は各地のインディ団体を転戦。1992年3月には、キラービーのリングネームで新日本プロレスに久々に登場した。1994年には、カリフォルニア州マリナ。 デルレイの UWF で、ブランゼルとキラービーズを再結成。1998年には、ホームタウンのフロリダにて、インディー版として復活した NWA、フロリダタック王座を、スティーブ・カーンとのコンビで、獲得。2000年にもブッチ・ミラーとルーク・ウィリアムスの座、ブッシュ・ワッカーズを相手に、同王座を争った。2001年10月7日には、スティーブ・カーン、トリー・ファイク・ジュニア、 ボブバックランドと共に、藤波達治の自主興行、無我の工楽園、ホール大会に来日、12日と13日の新日本プロレスの興行にも残留参戦した。引退後は2004年11月に、タンパのカウンティコミッショナーに選出されるなど、フロリダの軍会議員となって活動している。フロリダのインディー団体にも時折出場しており、二千十二年三月十一日に、 マイアミビーチで行われたプロレスリングスーパースターズ主催のトリビュート2チャンピオンシップレスリングフロムフロリダではメインイベントの8人タッグチームエリミネーションマッチにおいてマイク・グラハム、カルロス・コロン、ラニー・ポフ・ホト組、マスクド・スーパースター、ロンバス、ラリーズ・ビスコ、ゲイリー・ロイヤル組と対戦した。2015年4月には名のチェルシー・ダイヤモンドがスターダムに参戦した。 ありがとうございます。